くなんないので煮込んだかけご飯の卵入ってる卵は。始まりました。カノです。こんにちは。今日はですね、早島駅に来ております。早島駅初めて来たかも。ここの駅ね、でもいい感じののどかな感じの雰囲気があるとこなんですけど、今日はこの近くに台湾飯が食べれる最近流行りのですね、キッチンカーですかね、があるということで行ってみたいと思います。はい、早島の今から来た私が。何これ、1996年に100周年を迎えた早島なので台湾飯にやってきました。こんにちは。こんにちは。今日は台湾のご飯がここで食べれるっていう噂を SNS で聞いてやってきました。ありがとうございます。いつもここにいるわけじゃないんですよね。じゃないですね。毎週火曜日だけこちらの方で、他の、まあ、ね、いろんなところに行かれているということなので、はい、SNS でチェックしてですね。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はそのそこにいるということなんで、はい、やってきまして、ルーロー飯。はい、豚バラを細かく刻んで、あるいはとろみ料理を使って豆腐になるので煮込んだかけご飯の卵入ってる卵絶対美味しいやつやん。ありがとうございます。あ、じゃあそれをいただきたいです。はい、ありがとうございます。メインはゲストハウスなんです。あ、そうなんですか。はい、これはうちの宿のマークなんですけど、はい、実は8割がうちゲスト海外の方で、その中で一番多いのが台湾人で、その台湾の方にいろいろこうメニュー、このルーローハンとかのレシピとか教えてもらって、ゲストハウスからキッチンカーやったのは今もうコロナで、全然来なくなっちゃって、で去年の3月から8月まではゼロ。ゼロ、はい、まあでも海外の人からは来れないですよね。そうそう、はい、どうしようかなと思った時に、友達が、キッチンカーの、せっかく台湾のご飯ができるんだったら、キッチンカーを始めたら、あ、そのまま一言で、そう、じゃあもう、やろう。すごい。はい、じゃあ行きやってきました。台湾飯、じゃーん、倉敷って書いてあるね。ルーローハンっけ。かけます。おー、美味しそう。キッチンカーなのにさ、普通に美味しそうなんですけど、なんかね、これめっちゃ美味しそうじゃん。煮卵が美味しそうだったよな。じゃあまずはいただきます。うん、うまっ。あ、なんてこのスパイス、なんかちょっとカレーっぽいっていうか、ちょっとカレーじゃないんだけど、
なんかスパイシーな味がするんだけど、台湾じゃけん。で、あとそのさっきとろみがつくまで煮込むって書いてあったけど、本当にとろとろなんだけど、ご飯が結構あの食感がとろとろっていうか、このとろみ肉みたいな感じ、高菜と合わせたらめっちゃ美味しいやつじゃん。終了だ。いただきます。うん、めっちゃ合うな。最高、めっちゃ最高よこれ。煮卵もさ、めっちゃ美味しそうだったくね。煮卵と卵に、ね、マジでうまい、最高。これもうがっつり混ぜてもいいね。四季春茶絶対ちげえ、違うじゃろ。リン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 フォーシーズンズスプリング、花のような華やかな香りって書いてあるよ。おしゃれじゃな、パッケージが好きじゃわ。あ、匂い匂い、ジャスミンティーな感じがする。ちょっと似とるかも。ちょっとバラの匂いするかも。え、ジャスミン？じゃあいただきます。ね、あ、でもジャスミンティーとちょっと違うかも。え、これって純なジャスミンティーですじゃないですよね。ジャスミンティーじゃない、ジャスミンティー、そう、やっぱりウーロン茶入っとる、すげえ。こっちの方がいい。うちなんか普通のジャスミンティーあんま飲まんなんだけど、好きやけど、ウーロン茶が入っとってなんか飲みやすい。いいよこれ。うん、いい、優しい味になってる感じ。これマジうまいんだけど、やべえよ。はい、めっちゃ美味しかったな。台湾って最近ね、あの料理めちゃめちゃこう美味しいから日本でも人気になってるし、あのプラスであの流行りのキッチンカーっていうことなんでね、どんどんこう人気になっていく、ちょっと熱いスポットなんじゃないかなと思います。はい、また来ます。私もごちそうさまでした。カラペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。